ナオチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。発売から1日が経ちまして、ラストまで来ました。あとはボスを倒すだけなんですけども、ボスが強くってちょっと勝てないんですよね。今使ってるパーティーがこんな感じです。竜王、竜神王、キラー魔人がゴッドライダー、魔王の使い、ブラックドラゴン、黒竜丸、竜王ですね。 S ランクとかね、ちょっと調子乗って作ってしまったんですけども、なんか微妙なんですよね。竜王、竜神王は強いんだけども、キラーマジンガが、うん、キラーマシーン2の方が強いんだよね。うん、2回行動がないんですよね、キラーマジンガ。なのでちょっと微妙だなーって思ってます。で、キャラクターがなぜ弱いかなーって思ってたところ、スキルが弱いっていうのが分かりました。上位スキルを持ってないんですよ。なので、今日は、上位スキルをつけて、めちゃくちゃ強化させたいと思います。ドラゴン系がね、とにかく耐久力があって活躍してくれるので、まあ竜王か竜神王どっちかにちょっと上位スキル、グランドブレス SP ですね、それをつけたいと思います。ちょっとやっていきましょう。ではまずはモンスター集めからですね。ダウンロードコンテンツのダンジョンで、とにかくブレスを使うやつをどんどん捕まえていきましょうか。いやー、完全にミスりました。失敗した。あのですね、スキルのブレスマスターと極炎をなぜか同じキャラクターにつけたんだよね。同じモンスターに二つとも。うん、これマックスが200だから、両方200、200にしなきゃいけないんで、同じやつにつけちゃダメなのよね。何をミスったか、こんなことしちゃって。うん、一体ちょっともったいないことしましたけども、まあ、とりあえず、ブレスマスター200と、極炎200溜まりました。で、これで、いいんだよね。お互い200、200にしてから、合体させるんだよね。OK。来た来た来た。グランドブレス SP。これですね。で、プラスもう一個を、俺、これにしようと思うんですよ。氷結ガード。うん。消費 MP 半分になるので、いいかなと思って。やっぱり大技って、MP めちゃくちゃ使うでしょ。なので、これで半減したらだいぶ違うかなっていうことで、入れたいんですよね。OK! とりあえず、グランドブレス SP が、できました。で、このキャラクターのレベルを上げて、本当のキャラクターと合体させましょう。よし、上位スキルになったら早かったですね。うん、2回戦えばポイントは全部貯まりました。よし、これで完成します。ついに完成。ハサミクワガタでしょ。で、どっちにするかな、竜王か竜神王か。まずは、竜神王からしようか。ね。で、もうすぐにこっちもやっちゃうので、とりあえずはこっちでいいでしょう。で、スキルをグランドブレスに200振って、で、氷結ガードだね。氷結ガードでいいね。うん。OK。でもこの消費 MP 半分、これ、絶対いいと思うんだよな。絶対いいと思うんですけども。で、引き継ぐのは、竜神王とグランドブレス、で、氷結ガード。で、いいよね。OK! よし、OK! 竜神王、どれぐらい強くなるんだろうね。でもレベル1からそこそこのステータスはしてますね。で、スキルどんな感じなの？グランドブレス SP は、最後は絶対レイドか。いいんじゃない？絶対レイドを覚えます。で、
やっぱり大技は MP ものすごい使うので、 MP 半分っていうのは絶対いるよね。これがないと連発できないもんね。なのでこれは入れてる。で、龍神王だよね。これ見た感じ別に必要ではなさそうなので、まあ後々、まあ今はちょっと考えてないですけども、変えようか。うん、なんか良さげなやつにチェンジしようと思います。うん、これは別にいらないよね。はい、まあとりあえずこれが出来上がったんで良かったです。他のキャラクターも作ろう。はい、ということで今日は龍神王に上位スキルをつけてみました。俺のねキャラクターは上位スキルがなかったので弱かったんですよ。うん、これで裏ボスじゃないラスボスねにも勝てると思います。まあまあ龍神王だけじゃ無理だけど、まあ龍王とかそこら辺も変えていけば間違いなく楽勝になるんではないでしょうか。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。